隊長。隊長。おっと、おはよう。やっと来てくれたか。怖い夢を見てるようだったから起こさせてもらったぜ。まあ、お前が夢の中で何か願い事をしたのかもしれないな。その願いを聞いて俺が急いでやってきたわけだ。神官ってのは信者の願いを叶えるのが役目だからな。たとえ夢の中でも現実でも。じゃ本題に入るぞ。今朝中央庁で会議があるからお前を連れて行こうと思ったんだ。中央庁と教会が情報共有の名目で話し合いをするらしい。これから起きる厄災の対策を練るんだとさ。まあ確かにややこしいとは思うけどな。でもこんな立場にいる以上は受け入れるしかないこともある。おっと、俺を誰だと思ってんだ。確かにサボったりもするけど基本的な仕事はちゃんとやる人間なの。んじゃ、行くとするか。おんぶしてやろうか。セスさん、隊長、おはようございます。やっぱセレスだったか。あの連中お前を選ぶと思ったぜ。でもいくら相手が美人だからってエンちゃんは容赦しないぞ。イエンファー様の優秀さはかねがねお聞きしています。我々が協力し合えば必ず双方を納得させられる良い結果となるでしょう。ああ。おい、エンちゃん、その納得した顔は何だ。彼女の言う通りだ。うっちゅー、まさかエンちゃんが美人に弱いとは。では本題に戻ろう。協力して災厄を解決する以上互いに誠意を見せねばならん。そこでまず聞かせてもらいたい。あの実験で教会は一体何を得た。あの時イザック君の身に覚醒した人気はティンダロスのハウンドだと推測しております。しかし未完成だったため能力も不完全でした。分析と観察によるとまだ彼には自由に時空の限界を超える能力は備わっていません。しかしマークしたターゲットを死ぬまで追い続けるはずです。とんでもない化け物を作り出したな。それで今のターゲットは。おそらくイスカリオ教はマークを隊長の体につけたのではないかと考えられます。はい、イスカリオ教は
隊長が亡くなればご自分が輪廻を超えた英雄になれると固く信じているようです。あの方はこれからもハウンドに隊長を攻撃させようとするでしょう。昔我々はハウンドを封印しました。教会はイザック君がグレームさんのおかげで心を取り戻し人気を制御できるようになったと推測いたしております。あの時マークされたターゲットが誰かは存じませんが、ハウンドは標的に追いつかなかったにもかかわらず暴れることはありませんでした。心か、全く不合理で理解不能なものだな。イエンファー様のおっしゃる通りです。しかし心の力は肝心な時に重要な役割を果たすものです。まあまあ戦況は要請なあ。サルス、そのマークってやつに興味がある。解除する方法はないのか。半年前にマークされたターゲットが誰なのか知らないって言っただろ。隊長はつい最近マークされたってわけだな。他の何かか誰かに移せるんじゃないか。論理的には可能ですが、実際にはそう簡単な話ではありません。教会がまとめたハウンドに関わる研究資料をお送りしましょう。ハウンドに関する教会の研究成果が全て揃っております。お読みになる前に心の準備をしておいた方が良いと思いますが。なめんなっつうの、心の準備なんざとっくにできてんだぜ。どれどれ。1ページでも漏れたら大問題になるんじゃ。ジジイたちもいい度胸してんな。あ、もちろんだって。俺にお願いをしてくれりゃなんとか見つけてやっから。自信満々のようだな。ならハウンドの件はお前に任せることにしよう。イザックとグレームへの対応は決まった。さて、教会はこれからイスカリオをどう処置するつもりだ。イスカリオ教については、教会上層部がすでに討伐令を下しました。あの方は今教会全体の敵ですので、ぜひ我々にお任せいただきたい。これがホーリースター教会の唯一の条件です。怪しい条件だな。神のごとく聡明なイエンファー様にならその条件の真意をご理解いただけるかもしれません。でもその前に、まずは我々の提案をお聞きいただきましょう。隊長、俺たちがここに残っても意味はないぜ。お二人さんのやりとりは長くなりそうだから、俺たちは先にイザックを探しに行こう。それに、この中にいいものがあった。ハウンドと正面対決する前に準備しとかなきゃな。
ですね。あとどれくらいこの真っ暗な部屋の中で待てばいいのでしょうか。プレイヤーの皆様、大変お待たせいたしました。ですが、始まる前に決勝戦のルールをご説明させていただきます。ルールは簡単です。その部屋から出るとバーチャル映像でできた迷路に入ります。その入り組んだ迷路の中から鍵を3本見つけていただき、隠された扉を開けてこの船から脱出してください。それ以外の脱出方法は認められておらず不合格になりますのでご注意ください。一番早く港までたどり着いた方にエルフクラウンを差し上げます。仲間が多ければ多いほど有利そうなゲームですね。私たちでは人数が少なすぎます。大丈夫ですよ。タロットと少しの運があれば十分です。さあ行ってみましょう。お、これは。ああ、現代の科学技術はバーチャル映像をここまでリアルに作れるのですね。いいぞいいぞ、さすが現代科学、モンスターまでいるとは。これはバーチャル映像なんかじゃない、本物です。助けて。確かに本物みたいですね。モンスターまでゲームの一部にしたんですか。いかがですか、ジェリーディ。我々7名のプレイヤーが用意しておいたプレゼントはお気に召しましたか。モンスターはお前たちが。エルフクラウンのためにそこまでするとは、畜生。一番ひどいのはお前だ。エルフクラウンを手に入れるために中央庁の人気使いかつギャンブルの達人アミューサ賞を出場させやがって、我々には勝ち目がなくなるだろうが。だからその迷路に100匹以上のモンスターを用意しておいた。その人気使いに守られながら鍵と扉を探してみろ。モンスターに食い殺されなかったらな。気をつけなきゃならないのはあなた方も同じですよ。船の壁がモンスターを閉じ込められると本気で思ってます？どういう意味だ？まさか迷路のモンスターが逃げ出したと？どうしてモンスターがここに？助けて！どうしましょう、どうしましょう。鍵と扉を探しながらモンスターもやっつけなきゃいけないというのですか。ジェリー D さん、まだエルフクラウンをなんとか手に入れようとしているのですか。命まで失っちゃいますよ。エルフクラウンですぞ。
アミューサさんは人気使いなんでしょう。モンスターは倒せますよね。鍵と扉も見つけられますよね。ああ、わかりました。ゲームの難易度がアップしたとでも思うことにしましょう。ゲームスタート。どう、キコーが私のジョーカーか。私と賭けをするってことですか。手札がまだ足りませんよ。いきますよ。わかりました。ここですよ。メスダを補充します。こちらへ。ゲームスタート。どう、キコーが私のジョーカーか。ここですよ。私の番ですね。引かせてください。わかりました。最初のチームが現れました。やはりアミューサさんのいるジェリー D チームです。大自然の宝物トミーの結晶エルフクラウンの新しいオーナーの誕生です。ジェリー D さんおめでとうございます。やりました。私のものだ。エルフクラウンはついに私のものになった。本当に世界で一番大きくて美しいダイヤモンドですね。私もこんな完璧なダイヤモンド見たことがありません。だから皆さんも誘惑されるわけですね。しかしこのダイヤモンドのためにどれだけの代償が払われたのでしょうか。代償ですか。もちろん渡しますとも。どんな報酬が欲しいのか何とでもおっしゃってください。いいえ、そうではありません。この間お話ししたようにこれは危険なダイヤモンドです。この完璧な存在自体が人間の心にある最も醜い欲望を引き出してしまうのです。出資者たちはダイヤモンドの所有権を公平に決めようとゲーム大会を開催しました。しかしほとんどの人が欲望に惑わされ
ダイヤモンドの光から自分を見失っていました。そのダイヤモンドのために全員がいがみ合い、無節操に相手の邪魔をしてモンスターを使って人を傷つけようとまでしました。そうですが、でもそれに比べれば私たちは正々堂々と試合をしたじゃありませんか。果たしてそうでしょうか。ジェリー D さんも例外ではありませんよね。私が出場要請を断った後、他のチームに参加させないために殺し屋を仕向けましたよね。何をおっしゃってるんですか。証拠でもあるんですか。私にはタロットもあるってこと忘れていただかれると困ります。でもご安心ください、ジェリー D さんに怒ってはいませんから。あの時考えて分かりました。これは危険な石です。やるべきことはこの石から離れることではなく石を破壊することです。何をするつもりだ。あれ、私のダイヤモンドがいつの間にかお前の手に。早くエルフクラウンを返せ。ですから私が欲しい報酬はこのエルフクラウンなんです。この悪の源をこの世から消す時が来ました。自分から来られるなんて珍しいですね。当ててみましょうか。さっき審判を引いたんです。あの大会の後のことを伝えに来たんですよね。まあ自業自得ってことですね。よし、全部グッドニュースですね。これで今回の件は一段落つきましたね。あ、まだ一件解決してないものがありそうですが。そうだ、隊長、いいものをお見せします。部屋に来てください。ありました、ここです。はい。やっぱり想像通りびっくりしてますね。確かに投げました。でも投げたのはこの前私が作ったレプリカです。
本物はずっと前に入れ替えておきました。隊長、もう一度勝負しましょうよ。前に話しましたよね、このダイヤモンドが完璧すぎるあまり人は貪欲になると。では私がこのダイヤモンドに誘惑されているかどうか当ててみてください。ためらっているようですね。何を考えているんですか？魅惑的なこのダイヤモンドについて、それとも私の意志が弱いとでも？チーン。時間です。沈黙は危険とみなしますよ。はい、あなたの負けです。では答えます。残念ながら私いろいろなことを体験したので、今さら悪魔の奴隷にはなりません。これでこのダイヤモンドはもう完璧な姿ではなくなりました。これ以上人々を誘惑することもありません。でもまあちゃんと役立てますから、このダイヤの破片はお金に変えて中央庁に寄付します。どうですか、私のこと見直してくれましたか？では勝負に負けたペナルティとして何をしていただきましょうか？よし、ペナルティとしてまず私とダンスを踊りましょう。私と賭けをするってことですか？手札がまだ足りませんよ。
星になる。